フランス文学、フランス文学、フランス文学は、フランス国籍の作家もしくは、フランス語によって書かれた文学作品の相対である。普通文学とも言う。その歴史は、中世の古フランス語に始まり今日まで続いている。ベルギーや西アフリカ諸国など、フランス国外のフランス語圏文学や、ウルトン語やオック語など、フランス国内のフランス語以外による文学も、存在する。 またそれらの作品や作家を研究する学問も指し、その研究者を、フランス文学者、仏文学者と呼ぶ。フランス語はゾクラ天語から派生したロマンス諸語の一つであり、ケルト語とコフランク語の強い影響を受けていた。842年のストラスブールの誓いの文書の、うちの一つが、ロマンス語。フランス語の、先祖で書かれた、知られている限り最初の完全な文書である。今日 文学と考えられているテクストとして、現存する中で最古のものは、聖、ユーラリーのセクエンツや、もしくはカンティレーナであり、881から882年頃に、書かれた。29行からなる宗教、教育的なラテン語詞の単純な本案であった。フランス文学の最初の偉大な作品群が、出現するのは中世中期の11世紀、侵略、無政府、 伝染病の時代の後に農業が発達し、人口が増大した時代であった。武勲氏は、公衆の前で歌われることを目的とした、数千行からなる調子であり、武勲、ゲストは、戦争での功績を意味した。伝説と歴史的事実をないまぜにした、叙事詩の形で、過去の戦争での功績を詳しく語り、騎士道的理想を強調した。 最も古く最も知られているものは11世紀に書かれたローランの歌であり、シャルル・マーニュの軍勢の功績を理想化して語っている。12世紀に出現した宮廷風恋愛文学は、ただ一つの完璧な、そしてしばしば不幸な恋愛の崇拝を主な主題としていた。古代に起源を持ち、十字軍の帰還に伴い東洋の影響を取り込み、 ケルト文化からも着想を得ていた。トリスタンとイズーの伝説は、恋人たちの死に終わる完全にして果たしへぬ恋愛を物語る。これらの詩は、トルベールとトルバドゥールたちによって、君主たちの宮廷で歌われた。クレティアンド・トロは、1135-1190は、おそらく最初のフランス文学の騎士道物語作者で、アロー。イヴァン、または、獅士の騎士、ランスロ。 または、荷車の騎士、ペルスバル、または、聖杯の物語などの物語はこの文学ジャンルの典型的な例である。13世紀初頭に始まるアレゴリー的な調子、バラ物語は、宮廷風礼愛のテーマを対象とする書き物としては、最後のものの一つであり、その短い4五5 8行冒頭部は、ギオーム・ドロリスによって書かれた。ジャンド・マンによって引き継がれた残りの部分、 1> 約1万8000行は、対照的に驚くべき女嫌いの小説、特に、老女のそれを含み、その上社会批評的な議論も織り交ぜられている。ほぼ同時代、理性を持った動物たちの冒険を語る一群の詩である、狐物語が書かれた。狐、熊、狼、鳥、猫などが、おのおの、不誠実、純朴、悪賢いなどの人間的な性格を持つ。 匿名の作者はこれらの詩の中で、封建的な価値や、宮廷的なモラルを嘲笑した。フランス語で書かれた、年代記の最初のものは12世紀の十字軍の物語である。ジョアン・ビルが3イコール、ルイの生涯を描いたものなどのように、これらの物語の一部は、道徳的な目的を持ち、語られる事実を少々理想化もしていた。100年戦争。 1337年から1453年は、ジャンフロアサール、1337年から1410年、によって2冊の年代記として物語られた。詩人ユスタシュデシャンは百年戦争の間の社会と精神構造を証言した。百年戦争終結後、詩人フランソワ・ビヨン、1431年から1463年、 はこの時代の混乱と動乱を表現した。高貴な生まれを持つ孤児にして良き生徒であったが、後に窃盗と殺人で断罪された。白色であると同時に、大衆的でもあったその作品は、その時代の不正義への反逆を表していた。中世前期を通して、宗教劇が発達し、静止劇やクリスマスや復活祭やキリストの昇天などの宗教的な祭日を上演した。 さきの文学ジャンルがどちらかといえば、貴族的であったのとは、対照的に、宗教劇はより多くの人々を対象としていた。宗教劇とは別に、衝撃と呼ばれる、滑稽な劇が15世紀に出現し、宗教的権威からの激しい攻撃を受けた。16世紀は、フランスルネサンスの世紀であり、ユマニスムの原則が、文学に深く痕跡を残すようになる。古代のテクスト、 ギリシア語、ラテン語、ヘブライ語への回帰、知識欲、明白な協楽主義、中世文学と異なる形式と主題への一心などである。詩では、クレマン・マロ、ジャンド・スポンド、アグリッパ・ドービニエ、プレイヤード派の詩人、ピエール・ド・ロンサールやジョア・シャン・デュベレーなど、他、重要な詩人が数多く出現した。プレイヤード派が用いたアレクサンドランは、 フランス史の代表的な形式となった。小説では、デカメロンの影響を受けたマルグリット・ド・ナバルの、エプタメロンと、そして特にフランソワ・ラブレーの交渉に満ちた五感本、ガルガンチュアとパンタグリュエルが重要である。巨人パンタグリュエルは戦術のようなルネサンス的、人間像を体現していた。ミシェル・ド・モンテーニュの、エッセイ、随層録は、 哲学と自伝の中間に位置する重要な作品である。エセイは、フランス最初の自伝の一つでもあり、エセイの木と、すなわち自己を知るだけでなく人間そのものを知ろうとする。モラリスト的なあり方は、フランス文学の伝統となっており、人間をその美質のみならず、欠点をも含めて、描き出そうとした後のジャンイコール・ジャックルソーの、告白、1776頃などにも広く、見出される。 17世紀には二つの競合するが同時に、そう位もする二つの大きな潮流があった。バロック文学と古典主義である、ユグノー戦争などの宗教戦争による混乱や、天道説の否定に代表される科学の発達などによる価値観の揺らぎは、自由奔放、不規則、虚無、矛盾などを特徴とするバロック文学を生み、類14世即位の前後を境目に、 古代に藩を取り調和を司さどんじる古典主義がこれを置き換えてゆくが、また、ピエール・コルネーユのように造法の潮流に同時に影響を与えた作家たちもいたので、相方的でもあった。1635年に、アンシャンデジーム下でフランス語の純化と標準化を目的とするアカデミーフランセイズが設立され、フランス語とその文学の地位向上に資すとともに、文学の領域に、 規範意識が持ち込まれるる。ようになる古典主義をめぐっては、ルシット論争や、新旧論争などが激しく戦われ、世紀末にはすでに啓蒙主義の先触れとなる主張が、文学に現れてくる、ジャンドラ・ブリエールなど。この時代の文学上重要な人物には、ピエール・コルネーユ、ジャン・ラシーヌ、モリエール、古典主義の三大劇作家、ブレイズ・パスカル、ラ・ロシフコジャンドラ、 フォンテーヌ、ニコラ・ボアローイコール・デプレオ、ジャンドラ、ブリュエール、ラファイエット夫人、セヴィニエ公爵夫人、マリー・ドラ・ビュータニイコール・シャンタル、レイ・スー・キキョウなどがいる。18世紀は、啓蒙思想、光の世紀と呼ばれる。この、光というメタファーによりこの世紀は、ルネザンスの精神と前世紀のデカルト主義を通じ、もうまい、闇、 呂前主義と偏見に対する理性の勝利を確立しようとした。啓蒙思想はヨーロッパの現象であるが、この時代フランス語はヨーロッパのリングはフランカの地位を獲得しており、フランスの哲学者たちが世紀の思想を最もよく結晶化させ、フランス革命を超えてヨーロッパと全世界に高級的な影響を残すことになる新しい諸価値を浮き彫りにした。 モデルロス・ドラクロやマルキ・ド・サドなど、リベルタン小説の流れなどもあり、文学の多様化が進んだが、外して、フィロソフ、講義の哲学者、理性と熟慮に基づき行動する、知識人を指したの時代であった。啓蒙主義の主要なフィロソフには、ボルテール、ジャイン・イコール・ジャックルソー、百科全書のドゥ・ニティドロ、シャルル・ド・モンテスキューらがいる。19世紀は、 数々の傑作を生んだ重要な世紀であるが、我々にも近い、この文学時代は、包括的な理解が難しいものであり続けている。多くの文学視野にとって、フランス文学の19世紀は、フランソアルネド・シャトー・ブリアンとそれからビクトル・ユーゴーの、ロマン主義、スタンダール、オノレド、バルザック、ギュスターブ・フローベールのレアリスム、写実主義、エミール・ゾラの自然主義などの時代である。 1830年のエルナに合戦を一つの頂点とするロマン主義の流星は部分的にはその原因をいくつかの視点から見出すことができる。フランス革命が刺激した自由の高まり、それから無秩序、不安定さがもたらす混乱、世紀前半からの政治の不確実性といった要素に重点を置く者もいる。この観点からは思想を持ち、政治、 社会体制への反対を表明する作家の姿が捉えられる。先にロマン主義が誕生したイギリスやドイツでは革命によるいささかの衝撃も受けていなかったのでフランス革命とその後の政治的混乱は完全にはロマン主義の開花を説明しないとしフランスの文人による英読文学の研究と読書による影響を強調する者も,もいる。レアリスムは より漠然とした分類であり、シャンフルーリの定義によって後になって作家たちに付けられたものである。スタンダールやバルザックはロマン主義とレアリスムの中間に位置する。ギュースター・ブランソンのフランス文学誌1894は長く権威となっており、レアリスムとロマン主義を定義した部分で多くのページをバルザックに割いている。かくてその無能力と能力のために アルザックは小説の中でロマン主義とレアリスムの分離を行った。しかしながらその作品の中には何か、途方もないもの、ロマン主義的な起源を持つ過剰さや極端さが除いている。レアリスムとは逆に、自然主義はエミール・ゾラが長きにわたり、解き続けた明確な運動であった。市では、ロマン主義への反発から芸術のための芸術を標榜し、 客観と形式を重視するテオフィル・コーティエラの高等派が生まれ、さらに高等派やレアリスムとは反対に象徴と内面性に重きを置く象徴主義が台頭した。象徴派の代表的な詩人には、シャルル・ボードレール、アルチュール・ランボー、ポール・ベルレーヌ、ステファヌ・マラルメなどがいる。二十世紀のフランス文学は、ポール・バレリーが予言したように歴史的、政治的、精神的、 芸術的な危機の深い痕跡を止めている。この世紀を特徴づけているのはシュルレアリスムであり。これは特に死を刷新したアンドレ・ブルトン、ロベール・デスノス、ルネシャールなどが、またアルベール・カミュや、ジャンイコール・ポール・サルトルらの実存主義も新しい哲学である。サルトルは実存主義はユマニスムであると語った。この世紀の芸術家たちの最大の起点は、 政治的な衝突に関係したものであった。戦争は、小説だけでなく、歌にも影を落とした。直接的に戦争と向き合った作家に、退読レジスタンスに参加したアンドレ・マルローや、飛行士として、従軍、戦死したアントワーネド・サンテグ・ジュペリラがある。サルトルラの実存主義者たちも、現実への参加、アンガージュマンへと向かった。実存主義はまたサミュエル・ベケットや、 ウジェーヌ・イオネスコラの不条理演劇を生み出した。人間心理を聖地に掘り下げる小説家としてはマルセル・プルーストとアンドレジットの両巨匠が現れた。ルイ・フェルディナン・セリーヌが街中の現実世界に最も近いところからの文法的アプローチや気ままな陰語と織り混ぜられた信語の創造によってあまりにも洗練されすぎ生から遠くなってしまった。 語りに疑義を投げかけた役割も無視できない。アランド・ブイ・コール・グリエの新しい小説のために、ポア・ユー・エヌ・ヌー・ボー,ー・ローマンによって理論化された、ヌー・ボー,ー・ロマンは当初は、わずかな数の作家にしか影響しなかったが、後には、ミニュイシャの作家たちとして創唱される一団の作家を導いた、ジャニエシュノーズ、ジャン・フィリップ・トゥーさん、タンギー・ビエル、クリスチャン・オステール、ドラ・モビニエ、クリスチャン・ガイなど、 1960年に創刊された前衛雑誌テルケルにはロランバルト、ジョルジュ・バタイユ、ミシェル・フーコー、ジャック・デリダ、ジュリア・クリステバラが名を連ね、構造主義とポスト構造主義は世界的な影響力を持ったヌーボー・ロマンの後、もしくは五月革命の後では厳密な意味では、どのような文学運動も頭角を表していない。デーモン・クノーやジョルジュ・ペレック、 それから今日では、ジャック・ルーボー、ポール・フルネル、ジャック・ジュエ、エルベル・イコール・テリエなどが属した、ウリッポ、潜在的文学工房は事実上は運動ではなく、制作サークルとして受け止められている。ヌーベル・フィクションとして、グループ化される、フレデリック・トリスタン、ジョルジュ・イコール・オリビエ・シャトー・レノーなどの作家もそうである。今日では、セルジュ・ドブロフスキーによって作られた、オート・フィクションの概念によって、 一定数の作家をくくることが可能かもしれない。しかしながら、時として対立する感性、創作姿勢、作品世界を持つ十人十色の作家たちを一つのラベルにまとめるのは難しい。こうした定義は、あまりに自己中心的で、サンジェルマンイコールデイコールプレ的で、純商業的な観点からは、国外の反響もほとんどない文学であるとする攻撃者によって、 議論の的ともなっている。かつてのフランスの初大陸における帝国主義と植民地主義の結果、フランス語で書かれた文学は、フランス以外にもベルギー、スイス、カナダ、ハイチ、セネガル、アルジェリア、モロッコなど、複数の大陸の多くの国々で見出され、相互に影響を与え合っている。フランス語が元となったクレオール言語によるクレオール文学も広く見られる。 以下のページも参照。フランス語で書かれる文学以外に、フランスの文芸文化には他のフランスの言語で書かれた文学も含まれる。中世には、後に現代フランスの領域を形成することになる、様々な領域の競合する標準語が、それぞれの文学伝統を生み出した。アングロノルマン文学やプロバンス文学などである。 地方言語による文学は18世紀まで続いたが、フランス語の流星により影が薄れ、また支配的なフランスの文学モデルの影響も受けていった。プロバンスのフェリブリージュに見られるような19世紀の意識的な言語復興運動は高まった。識字率と地域の出版と相まってノルマン語やその他の言語での文学制作の新たな開花を可能にした。プロバンス語。 オック語の一方ことの詩人フレデリック・ミストラル、1830から1914は1904年にノーベル文学賞を受賞した。ブルトン語は、和者は減少しているが、ブルトン文学は1920年代以降活発になっている。1925年には、が、雑誌を創刊し、あらゆるジャンルを網羅する独自の作品を作り出し、 また国際的に認知された多言語の作品をブルトン語に翻訳することで、ブルトン語を他の偉大な国際言語と同等にまで高めようと19年間にわたって努力を続けた。1946年には詩がグアラム詩を引き継いだ。他にも数々の雑誌が登場し、ブルトン語は少数言語としてはかなり大きな文学の総体を持つようになった。 ブルトン語の作家には、などがいる。ピカルディ語も、一定水準の文学創作を維持しており、特に演劇作品が多い。ワロン語の文学はベルギーでの創作がより活発であり、これに支えられている形となっている。カタルーニャ語やバスク語の文学もフランス国外の読者の存在によって支えられている。開国以前は、日本とフランス文学との接触は、ほぼなかったが、 明治政府の文部省は1877年、明治10年までに28人のフランス人を、お雇い外国人として招致し、フランス語教育を行った。1878年、明治11年には、横須賀造船所校舎でフランス語を習得した、川島中之助により、ベルヌ、80日間世界一周が原文から翻訳される。1882年、明治15年には、 江戸幕府の語学諸学等からフランス語を学んだ中江町民がルソーの社会契約論を翻訳紹介し自由民権運動の理論的支柱となった。1889年、明治22年には帝国大学、現在の東京大学に仏文化が設置される。当初は不審であったが、1923年に日本人初の教授として立野隆史を迎えて、 以降は、岸田国史、鈴木慎太郎、三好達治、渡辺和夫、小林秀夫、太宰治、中隊、中村慎一郎、福永武彦、渋沢達彦、大江健三郎、蓮見茂彦などの文学者やフランス文学の紹介者を輩出した。1901年、明治34年により、デュマ、岩屈王、翌1902年より融合、アーム城が、 黒岩類いの本案により、新聞、一万長報に連載され、大衆的な人気を博す。また空や、モーパスさんらの自然主義文学の影響から日本でも、島崎東村、破壊、1906、や田山家帯、布団、1907、などの自然主義小説が書かれたが、布団における、私生活の赤裸々な告白の衝撃により、ンゴは、告白の側面が強い。 私小説へと転じていった。ゴーティエの芸術のための芸術は芸術史上主義として、形成期の日本文壇で議論の的となり、石川拓木、時代閉塞の現状、1910、芥川龍之介、カッパ、1927、萩原作太郎、死の原理、1928、など数多くの言及がある。1905年、 明治三十八年には、上田聡氏が薬師集、会長音で七編の象徴詩を日本に紹介した。一九百七から八年に銀行員としてパリに渡った長井花風は、その経験から、フランス物語、一九百九を表し、九百十三年、大正二年には、薬師集、三五集州で、象徴廃校のフランス詩をまとまった形で、日本に紹介した。 堀口大学も1918年の薬師集、昨日の花を皮切りに、月下の一群、1925など、フランス史の精力的な翻訳紹介を行い、これらの薬師は、近現代史の形成に大きな影響を及ぼした。ボードレール、パリの憂鬱、1929を訳した、三好達治と乱暴詩集、1933を訳した、中原中也は、 交互自由史、三文史の開拓者となった、膨大なフランス文学の作家、作品から代表的なものをごく一部リストアップしている。詳細は、それぞれの記事及び一覧記事を参照。作品名などの後にあるリンクは、ウィキソースなどの原点資料。2014年の時点で、フランスは世界で最も多くのノーベル文学賞受賞者を輩出している。 フランス国籍またはフランス語で創作した受賞者は以下の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。